なんでさ、このバラライカって曲こんなにさ、なっちまったんやろな。私もさ、まあ、ちっちゃい頃さ、キラリンレボリューション大好きで、で、まあ、バラライカがすごいなんか人気って言われててね、ネットで。まあ、私もね、その、まあ、小学生になって、小学生アクターンの頃に、こうふとね、ニコニコ動画を開いたら、バラライカがあると思って。お、やっぱバラライカ、キラリンレボリューションは人気なんだなって、その頃無垢なね、シャオを読んでた時代の私。キラリンレボリューションは、どこでも人気なんだろうなって思ってて、で、まあ、ニコニコ動画でも、あ、なんかバラライカ見れるんかなって思ってポチって開いたらね、もうトラウマを植え付けられた。うん、小学生アクターに一つのトラウマを植え付けられた。うん、マジでね。本当にマジでびっくりしちゃった。あれ、私が思ってんのと違う。あれ、いやマジでね、なんかキラリンレボリューション、なんか昔のネットってさ、なんか結構さ、すごい、なんだろう、あの今よりもさ、なんか厳しくないというか、いい意味でも良くない意味でも。だからすごいさ、ま、ちっちゃい子とかがすぐにピンって、ま、そのなんか変なサイトとかに飛べちゃう時代になったのね。ピって今はさ、結構さ、なんかキッズ向けのさ、なんかセーブがかかってる、結構規制をかけてるさ、なんかやつあるけど、ピって簡単にいけちゃう時代だったからさ、もうキラリンレボリューションのなんか着せ替えがあると思ってさ、さ、大好きだったからキラレボね、着せ替えがあると思って、ピーって見たら、なんか全然違う、全然や、なんか違うやばいやつに飛んじゃって、マジでトラウマになった。可愛い女の子がなんかすごいやばいやつになって、すごいトラウマになった。めちゃめちゃトラウマになった。やばい、なんかそう、いかがわしい、なんかサイト飛んで、マジで本当になんかトラウマになった。マジでトラウマになった。ちっちゃい頃全然関係ないさ、よくわかんないとこ飛ばされて、マジでガチトラウマになって、マジで1週間ぐらいパソコン開かなかったな。今はね、いい時代になりましたけども。